聞いたか、エドガーさんが明日連行されるらしいぞ。そんな、まさか。うちの店のアロマは全部彼が作ってくれてたのに。うちの子も彫刻を習ってたのよ。まさかこんなことになるなんて。審判はまだなんだし、あることないこと推測するのは予想。どこもかしこもこの話で持ちきりだな。キリアがどこに隠れてたってきっと情報は耳に入ってるよな。ホテルへ戻って休もうぜ。ついでに他の人の様子も見に行こう。一緒に夜の見張りについて相談したいってさ。わかりました、ありがとうございます。ですがその前にリラックス効果のあるハーブティーを用意したので召し上がってください。私はいいよ。夜はまだまだ長いですよ。常に張り詰めた状態でいるのはよくありません。先ほどから落ち着かない様子でしょう。気づかれちゃってたか。キリアさんの復讐について気になさっているようですね。よろしければ話してくださいませんか。それは、ヤッホー、エミリエ、これいい。おいら邪魔しちゃったか。いや、いいんだ。お前たちがいてくれた方が話しやすい。実はずっと気になってたんだ。誰にも気づかれずに殺せるなら、キリアはなんで昨日の夜シルバンを殺さなかったんだ。兄弟は扉一枚隔てた隣同士の部屋にいたんだから、やろうと思えばできたはずだろ。シルバンを隣の部屋に連れて行って落ち着かせてた時、パニックになったあいつを見てふと思ったんだ。キリアはシルバンに肉親を失う苦しみを味わわせて、その後で復讐しようとしてるんじゃないかって。最初の日にエドガーを襲ったのは警告みたいなものだったってことか。まずは恐怖を植え付けるためみたいな。キリアさんに関するお話を聞いた限りではその可能性はとても高いですね。うん、この何年もの間お姉さんを失った後のキリアはどんな経験をして何を考えて生きてたんだろう。そう思うと、もし自分がキリアだったら復讐を諦めるよう自分を説得することなんてできるのかなって。ごめん、こんなの間違ってるんだけど、どうしても考えちゃって。間違ってなんかいませんよ。人は共感する生き物なのですから。事件現場の清掃をする中で死者の遺族と幾度も顔を合わせてきました。泣き声や怒りの声が未だに耳にこびりついています。時には行く手を阻まれ、家族の最後の痕跡を消し去らないでくれと懇願されたこともありますけれど、こういった感情にとらわれていては正しい判断を下すのは困難になります。長く香りに包まれていると嗅覚が鈍るように、強烈な感情に浸り続ければ理性は覆い隠されてしまうのです。ですから私は感情移入すると同時に自分自身に問いかけ続けています。シルバン兄弟は本当に死に値するほどの罪を犯したのか、彼らはジャガンとファデュイについてどれくらい知っていたのか、イェレーネさんに無理強いしたのか、そうでなかったのか、これらの問いへの答えを手に入れるには証拠集めと審理に時間をかけねばなりません。一方で
答えを埋もれさせるのは非常に簡単です。たった一度復讐を果たせばいいだけなのですから。私はフォンテーヌで数々の死を見てきました。人が死んだ後も様々な痕跡から推測できることはあります。しかし当事者がひとたび亡くなってしまえば、多くの真実は永遠に闇に葬られてしまいます。恨みに支配された人はそんなことまでなかなか想像できないだろうな。復讐を望む人にとっては正しいか正しくないかなんてそんなに重要じゃない。確かにそうですね。私たちがこんな風に問題を見据えることができるのも、彼らより理性的であるからではなく、単に幸運だからです。だからこそ引き返せない事態となるのを避けるべく、外から彼らに力を貸すのが私たちの役目だと思うのです。私もキリアさんの気持ちは理解できますが、なんとか止めたいという思いの方が勝ります。先生にもシルバンさんにも、そしてキリアさんにも生きていてほしい。幸運な人間と不運な人間か。エミリエ、旅人。あれ、エドガーさんもここに？お、二人ともどうしたんだ？っていうか、エドガーは部屋に戻って休むんじゃなかったのか？もう少し休んでなくていいのか？ああ、それは多少は体を動かしておいた方が回復も早いからね。それにここにいられるのもあとわずかだ。最後にここの植物を世話してやりたいんだ。何かお手伝いできることはありますか、先生？いや、大丈夫だ。思い入れのある子たちだからお別れを言っておきたい。明日からのことは君たちにお願いするよ。それよりシャムさんの方が大事な要件があるんじゃないか？あ、さっき言ってた夜の見張りの確認のことか？そうだ。部下を周辺各所に配置したが、シルバンの隣の部屋が空いてるんだ。ああ、話し合ったが、次はシルバンが襲われる可能性が最も高いと睨んでる。この中で誰よりも腕が立つのは君だろう。それにエミリエの知識があれば最悪の事態は未然に防げる。だから君たちにシルバンの隣の部屋を見張ってもらいたいんだ。とても合理的な配置だと思います。今夜はよろしくお願いしますね、旅人さん。ずいぶん待ってたのよ。つなぎましょう。一難すらずにまた一難か。キリアはどんな気持ちで復讐したんだろう。動きがないぞ。やっぱりもう復讐は諦めたのか？じゃあもう少し待ってみようぜ。
異常はないのか。さっきドアの隙間から隣を覗いたけど、シルバンは寝ちゃってたぞ。キリアさんの目的はシルバンさんに罪を告白させることだけだったんでしょうか。でもそれはおかしいですよね。服役させ続けたいだけなら当時マレショーセファントムに告発すればよかったのですから。きっと何か見落としがあるのでしょう。何か極めて大切なこと。お茶でも飲んで落ち着かないか。この前のハーブティーはすごく美味しかったぞ。それもそうだな。じゃあ別のことで気を紛らわせようぜ。例えば花を見るとか。ここってルリユリもあるんだな。昼間は気づかなかったぜ。花、ルリユリ、お香。いけない、今すぐ隣の部屋。聞いたか、昨晩また人が襲われたってよ。あの二人組の商人のお兄さんですってね。確かシルバンだっけか。ひどい死に方だったってよ。一昨日はエドガーさん、昨日はルシアンって商人で。どうか落ち着いてくれ。公務執行中だ、ここには集まらないように。3日も経つけど犯人の影もつかめないなんて一体どういうことなの。まさか悪霊のたたりなんじゃ。そうでもなけりゃどうやってこれだけ大勢の目をかいくぐって犯行に及ぶんだよ。もう一度言う、ここに集まらないでくれ。どうやら次は私だな。そうなるとは限りません。先生の罪は死に値しないとキリアさんは考えているのかもしれませんよ。だから一昨日も殺さなかったのでは。一昨日は君がいなければとっくに死んでいたよ。その件だが、君にお礼を言うのをすっかり忘れていたね。たとえ私がいなくても、あの時はティナリさんもオルモス校にいましたから、助ける術はあったはずです。そうだろうか。だとしたら私は実に幸運だったな。素晴らしい教え子がいて気にかけてくれる友もいる。それに皆からの評判も悪くない。たとえ死んでも心残りはない。キリアは何もかも失った。イエレーナも仇も生きていたところで何の意味がある。そのあたりのことはキリアさんを捕まえてから本人に聞くしかありませんね。うまくいくことを願うよ。エミリエ、もう一つ頼みたいことがある。これだけ大きな事件が起きたからにはもう花の博覧会は開催できないかもしれない。だが故郷から遥かな旅路をたどってここへ集められた花たちをこの地でただ枯れさせるわけにはいかない。この後私は殺されるにしろフォンテーヌへ送還されて審判を受けるにしろあの子たちの世話はできなくなる。
面倒事であることは百も承知だが、あの子たちのことを頼めないか。お任せください、先生。受けてくれるか。よかった。これで安心して行ける。シャムさんから質問があるそうなので、この辺りで失礼いたします。ああ、行きたまえ。彼はせっかちだから、あまり待たせない方がいい。すみません、先生。エミリエの計画がうまくいくといいな。コレイは心配で落ち着かないみたいだぞ。話しかけに行くか。エミリエ、遅い。まさか危険な目に遭ってないよな。うん、それもそうか。旅人、言われた通り噂を流して外に集まってきた人たちも解散させたが、一体どういうことなんだ。昨日の夜、エミリエの計画を聞いて材料を準備し人員を手配したが、それだけでもうてんてこまいだ。正直まだよく分かってないんだが、犯人は一体どうやって夜中に犯行に及んだんだ。重要な手がかりはずっとオイラたちの目の前にあったんだぜ。ひひ、犯人がどこへアウグストゥスを隠したか種明かししに行こうぜ。正直、私もざっくり理解してるだけで、細かいところはよく分かってない。つまり、全く理解できてないのは俺だけってことか。これってもともとルシアンの部屋に置かれてたお香だよな。昨日夜になる前に誰かが移動させたのか。それならちょっとは聞いたことがある。リーウェから来た花だろう。ではルリユリが夜に花開き昼には閉じるのをご存知ですか。あ、エミリエ、おかえり。ええ、何もかも想定通りです。夜に咲き昼は閉じる。
ああ、それならスメールのサウマラタハスと同じだ。はい。ですが、サウマラタハスは花が閉じた時の花びら同士の隙間が大きすぎて、この手口には向きません。そこでキリアさんは、あえてルリユリを選んで仕掛けを用意し、アウグステスを。花びらの縁がちょっとネバネバしてる。おなじみのあの素材だな。スライムの液体で花びらに封をしたんだ。そうすれば昼間のルリユリは密閉された小さな容器になる。植木鉢に流し込めば土に染み込んで、アウグステスの効果はなくなってしまう。どこかに塗りつけたんだとしたら、昼間でもアウグステスの香りはするはず。そう、彼は希釈したスライムの液体を使って花びら同士をくっつけ、花の中にアウグステスを隠したのです。そうすれば昼の間は花びらの隙間からアウグステスが揮発することはないので、誰にも気づかれずに毒を仕込むことができます。そして夜になると、希釈したスライムの液体の粘性ではルリユリの開花を止めることはできません。そうすると被害者は花びらの中に隠されたアウグステスを吸ってしまい、つまりキリアは夜中に部屋に忍び込むことなく復讐を果たしたってことか。夜が明ける頃にはアウグステスは揮発して薄くなり、残った香りも花の香りで覆い隠されます。そしてルリユリの花はまた閉じる。待ってくれ。それならアウグステスはほんの少量でも致死量に達してしまうほど毒性が強くなってるはずだろう。だが一昨日にアウグステスを一瓶丸ごと飲んだエドガーさんは命を落としていないぞ。アウグステスの毒性は変わっていませんよ。十数年前も今も全く同じです。ただごく少数にとっては非常に大きな影響があるというだけです。それは元素力の影響を受けやすい人たちということだな。シルバンとルシアンはたまたまアウグステスアレルギーだったのか。いや、だが彼ら自身もそれで商売をしていたんだから、アレルギーだとしたら何年も前に分かっていたに違いない。より厳密に言えばアレルギーではなく感じやすさの問題なのですが、それは重要なことではありません。彼はある手段を用いて誰にも気づかれないうちに二人を元素力に影響されやすい体質に変えていた。そう理解してくださればいいでしょう。
前にフォンテーヌで原始大海の水を飲んだ時は水元素の感知力が高まった。でもここじゃ手に入りにくいはず。錬金術で作られる様々なオイルも元素との親和力を一時的に高めてくれる。でも気づかれずに他人に使わせるのは難しそう。お香のあの匂い、どこかで嗅いだことがあるような気がした。今思えば、あれはパラハームの香りだったのか。スメールの学者の中には森での修行でこのお香を使って送信の力に対する感知力を引き出そうとする人もいる。何かが違う。もう少し考え。何かが違う。もう少し考えよう。何かが違う。錬金術で製造されるオイルや以前フォンテーヌで大騒動を引き起こした原始大海の水には元素力の感知能力を高める作用があります。
メールに来たばかりの頃はあれのせいでひどい目にあったよな。ああ、私もだ。しっかり覚えてる。室内でお香を焚くのはスメールでは珍しいことではないですから、疑いも抱かせにくい。花の香りは一臭を隠すのにも使えます。ここでも花を使ったのか。たまたまリーウェの瑠璃売りがスメールにあっても不思議じゃない。花の博覧会が行われるこのタイミングを利用したんだな。いいえ、たまたまなどではありません。だから大金をはたいてホテルを借りたのか。でもそのお金ってイエレーナが彼に残したものなんだよな。キリアが自由に生きられるようにって。それが結局復讐の道具になっちゃったのか。フォンテーヌの法医学者たちはいつもこう言います。人が通った後には必ず痕跡が残る。しかし今に至るまでキリアの痕跡は何一つ見つかっていません。何の跡も残さず移動していたわけではなく、ましてや悪霊のたたりなどでもありません。彼はずっと別人になりすましていたのです。ルリウリにこんな手の込んだ仕掛けをし、事前にパラハームを置いた上でシルヴァンたちを宿泊させた。こんなことができるのは花の博覧会を取り仕切る専門家だけ。ホテルに部屋を取るための大金、アウグステスの花の栽培法、イエレーナから遺産を相続した弟。キリアはエドガーなんだ。ここからは俺って…でもキリアは当時10代そこそこだった。今だって40にもなっていないはずだろう。エドガーさんはここで長年暮らしてきたわけだし、見た目を変えたところで完全に素性を隠すなんて不可能じゃないか。大変よ、エドガーさんが襲われた。なんだって。ついさっき彼の部屋から黒い影が出てきたの。怪しい匂いがプンプンしてたわ。あっという間に消えたから捕まえ損ねちゃったけど、まるで幽霊みたいに素早かった。で、私たちが中に入ってみたらエドガーさんの姿がなかったの。キリアがエドガーさんを誘拐したのかしら。もう一度よく思い出してみろ。その影はエドガーさん本人じゃなかったか。ええ、エドガーさんは弱ってたんだから、あんなに素早く動けるはずないわ。どうやら先生は使うべきでない力を使ったようですね。そんな、今の状態でそんなことをしたら。だがすでに復讐は果たしたんじゃないのか。いいえ、復讐のターゲットがイエレーネさんを死なせた全ての人間なのであれば、昨日の時点ではシルヴァンを生かしておいたのが苦しみを与えるためではなく、単に姉の死の真相を聞き出すためだったとしたら。ターゲットはあと一人です。黒い影はリフトの方へ去っていったわ。仲間が慌ててすぐに追いかけたんだけど。まだ何も起きていないといいのですが、私たちも急ぎましょう。Thank you.
ぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられると。近くの商人に聞いてみようぜ。目をつなぎましょう。一体何なんだ。幽霊だ。落ち着いてください。深呼吸をして、何を見たのか教えてくださいますか。影を見たんだ。あっちからスーッと通り過ぎてった。真っ昼間だったのに妙なものを見ちまったよ。悩み事？一緒に考えてあげるわ。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
怖すぎる。来ないで。大丈夫です。かすかにあの香りがします。彼がここを通り過ぎてから、そう時間は経っていないのでしょう。この方角です。さあ、行きましょう。これでよし。しっ。はあ、風を知れ。よっ。いざ。気配がますます強くなってきました。ここですね。あ、オグズ。大丈夫？まさか誰かに襲われたの？いや、例の黒い影を追いかけてきただけなんだが、急に体がきつくなって。見せてください。確かに、この辺りの空気はなんだか重たいよな。いい香りはするけど、息が苦しくなるような。この感じ、どこかで。大きな問題はなさそうです。急いで追いかけていたのと、周囲の環境が影響して具合が悪くなったのでしょう。ここを離れて少し休めば楽になりますよ。ダメだ。エドガーさんが中にいるはずなんだ。俺の妹は彼から兆候を教わった。あんないい人がキリアに殺されるのを黙って見ていられるもんか。オグズ、落ち着いて聞いてくれ。エドガーさんは俺たちが追いかけてるキリア本人なんだ。そんなバカな。キリアは30代の男なんじゃなかったのか。エドガーさんはもう70代だ。いくら変装したって老人になりきりゃしない。はい。ですから特殊な手段で自身の体を追いさせたのです。キリアさんはジャガンを使ってアウグストゥスの花を育て、自身の寿命を削っていきました。彼のお姉さんと同じように。そんな。彼はオルモス港でずっと暮らしてきたんだ。仮になりすましていたとして、誰にも見破られないでいられるわけがないだろう。
しかし、そのなりすましが十数年も前から始まっていたとしたらいかがですか？それは推測に過ぎませんが、本物の調香師エドガーはフォンテーヌの監獄を出て間もなくキリアさんに殺害されていたのでしょう。本物のエドガーさんが獄中で過ごした数年間のうちにキリアさんは入れ替わる準備をしていたのです。体を老いさせ、調香の知識を習得し、その後の計画も練って、出所した当時、エドガーが過去を忘れたいと言ってスメールに赴いたのも、調香をやめ、教えるだけになっていたのも、昔からの知り合いに見破られないようにするためだった。親しい人間のいないスメールでなら、髭を蓄え、メガネをかけるだけの簡単な変装でも、エドガーであると信じさせることができました。そして、十数年の長い年月の中で、少しずつ変装を解き、自身の技術を磨いていくことで、周囲の人々に気づかれずにやり過ごしたわけです。だからシルバーもあの時、見ないうちにすっかり変わったって言ってたのか。復讐のために青年からヨボヨボの老人になるなんて。そこまでする値打ちのあるようなことかよ。そんな、エドガーさんに会ってみないと。そんなことをする人じゃないんだ。待て、君は今すぐここを離れて休むんだ。俺はまだ行ける。ちょっと待てよ、この場所も多分邪眼の影響を受けてる。今は軽い体調不良にしか感じられないとしても油断しちゃダメだ。オグズさん、症状を和らげる方法なら知ってるからさ。私と一緒にここを出て休もう。キリアは、いや、エドガーさんはこれ以上無関係の人を巻き込みたくないと思ってるはずだ。コレイさんの言う通りです。後の調査は私と旅人さんに任せてください。私たちが多少のアウグストゥスに接触しても問題ないことからすると、神の目に守られているか、あるいは元素力を使うことに長けている人は異常な元素力に対する耐性が強いものと思われます。他の人に比べればここにいても害は少ないでしょう。シャムさん、オグズさん、他にも出入り口があるかもしれません。容疑者がそこから逃げ出せば逮捕は難しくなります。ですから、あなた方は外を調べてくださいますか？俺は。そうだな、こっちのことは頼む。おい、聞いてたか？俺と一緒に出よう。他にもやらなきゃならないことがあるんだ。オルモス港へ戻って人手を回そう。分かったよ。旅人、エミリー、それからパイモン、くれぐれも気をつけてくれよ。復讐のためだけに生きてきた人間がその道の果てで何をしでかすか想像もしたくない。ご安心を。私たちもキリアさんもここで命を終わらせるわけにはいきません。今はアウグストゥスがもたらした死をその神話とともに終わらせる時です。この元素力に引き寄せられたのでしょうか。みんなを守るからね。見切りました。まだ風の行く先を。キャックス、邪眼のせいで変異したものでしょう。まるで私たちを避けているようですね。周囲には他に道がありません。
崖のそばまで追い立ててみるのはどうでしょう。再構成します。行こう。